ちょっとでもね、そのエスパロスを埋めていけたらなと思っています。ちょっと早いですけども、クリスマスプレゼントになればいいかななんて思っております。楽しい時間にしたいと思いますので、最後までお楽しみください。さあ、それではですね、駆けつけてくれております。まずはですね、オレンジウェーブのショーでお楽しみいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ご紹介したいと思います。今日のトークショーのゲスト、堅守速攻サイドの支配者鎌田翔馬選手、そして新時代のバンデーラ川井陽介選手です。これどっち人気なんでしょうね。いや、初めての経験だったんですけど、まあ何ていうか、初めてばかりだったので、あっという間に過ぎた1年だったし、そのまあ最終目標が達成できたことで、まあほっとして終われた1年でした。小松選手、本当どんな1年でした？大変だったところですし、何より1年で戻れたので、もう大変な年になるだろうなっていうのをお二人とも自覚したわけですよね。そうですね、僕は本当に1年で戻れなかったらこの先どうなるか分かんないぐらいの覚悟で臨んだシーズンではあった。辛い時が、まあ、なかなか眩しい。そうですね。こっち向いてた。眩しいです。見てる方も難しい気持ちでした。あのセレッソ戦でしたっけ？アイスタディオン。もう経験可能シーンですもんね。あれからはちょっと遠ざかっちゃいましたけども、まあ、あの時っていうのはもう分かったですか、自分で。あ、これもうやばいっていうのは。まあ、相手に蹴られた時に、まあ、音がちょっとしたので、はい、今まだ見れますよね、エスパのホームページ行くと、あの昇格記念のページで過去の試合のスカパーとかのシーンがありますけど、多分あれ見れますもんね。すぐ手上げましたもんね、倒れた瞬間に。名前を愛したでコールしたいですっていうのを送ったコメントが僕の1万ツイート目なんですよ。いや、覚えてます。で、返してくれたんだけど、あ、俺1万のツイートが鎌田選手だっていうのがすっごくあって、それで今年先発からずっと来てたからめっちゃ嬉しくて、そしたらその怪我だったから結構ショックで、あの時はもう見れなくて、で、ただ最終戦間に合いましたもんね。だから降格の時もピッチにいて、昇格の時もピッチにいてっていう。降格の時はベンチだったんですよね。いないですね。いなかったですよね、はい、でも昇格の時はいたんですかね。昇格の時はピッチにはいないです。あの外れてて、けどあの試合出てたんですよね。寒い。あの試合はもう最高の試合だったんですね。あ、昇格、昇格、はい、昇格の試合は、はい、どうでした、徳島の雰囲気。いや、もうスタジアムに入った時からエスパルスのサポーターの声援しか聞こえなくて、本当にホームのように作ってくれたのが多くて、でもそのやってきた中では一番やりづらい試合でした。逆に、はい、いや、勝たなきゃいけないっていう、やっぱ追われる立場になったら変わったっていう立場が、それまではずっと山形とか札幌を追う立場で、まあ負けてくれるのを願いながら、あー、くる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 、感覚が違う試合で少しやりづらかったんです。だから、サダベンチ後ろにいて、一人でこうやってだから僕らがアップしてて、さあ、今どっちどっちずっとだから、あいつが一番楽しんでました。どっちも見れるめちゃめちゃいいポジションですよね。そうそう
試合が見れるわ。他会場は携帯で見てるわ。でも入場料払ってないわけでしょ。みんなお金払って行ってるのに。さあ、和田選手はすごかったよ。そこから情報が入ってくる。リベンジももう結構じゃあよっしゃみたいな状態になってて、いやもう終わった瞬間はもうやっと終わったって感じで、ホッとした方が大きいです。あの時は鎌田選手はもう泣いてはいなかったですか。そうですね、安堵短すぎて泣けなかったです。美味しいなで入ってるみたいな。もう終わっちゃったかな。すごかったですもんね。本当に9試合、あれはもうやっぱそのサッカー選手からしたら、あそこを全部勝つっていうのは、もうやっぱ神がかり的なものなんですか。まあ、終わってみたらすごかったなって、やってる間は、なんか、もう次の試合、次の試合とか、そんなに全部だったって、意識してるわけじゃないですけど、1試合ずつ戦っていって、あそこまで行く。今年ってその劇的なシーンとか多かったじゃないですか。もうロスタイム最後のワンプレーで勝ったとか、その9試合もう今日も勝った、ああいう時っていうのはその試合後のロッカールームってもうどうなんですか。お祭りスタッフ、テテさんがすげえ締めてるとか、お前ら浮かれるなよみたいな。いや、まあなんかすぐみんなはやっぱその他会場の曲を聴いて、それがボードに書いてあるんですよ。あるあるある、はい、あります、はい、あります、はい、あそこをみんな見て、ああみたいな感じで、また山が勝ったかっなかなか負けねえな、負けねえな。やっぱり やっぱそこ気にしてました。そんな感じですよ、ね、いつも、はい、そのサポーターの人たちと同じ感覚だと思います。その辺はトト外したなみたいな、そんな感じで変えない選手を変えない。やっぱあそこ見て、でもほらその最後の最後逆転で勝ったとかあるじゃないですか。ああいう時、そういう時でもですか。あ、千葉戦とかはやばかったですね。みんな騒いでました。あれは白崎選手のスレッジ戦は、あ、もう結構騒いでましたけど、でもあの時はまだそんなになんかこうみんな落ち着いてる感じはあって、千葉戦の方がすごい盛り上がって、ビョン選手の愛さの、ああ、あれもすごい盛り上がりました。そんな盛り上がってねえな。俺が盛り上がってないですか。抽選な。みんなは盛り上がってない。いや、河合選手はね、一番俺は俺の中では一番熱い男なんですよ。すっごい熱いのは僕だから、熱い人だなっていう。ありがとうございます。いろんな番組見てるとひょうひょうとしてるなと思いますけども。出たくない。この間のスポパラで若手が言ってましたよ、怒ってくんないって。あれ言ってるのに、あいつらがなんかまた行きましょう、また行きましょう。俺今日台本どうでもいいもん、もうそこだけ聞いてんだもん。あれどうなんすか、怒ってないって言われましたよ。違う、言ってるんですよ。で、昇格したらまた行こうねって言ってて、でもなんかみんなの予定が合わずに行けずに、多分あの収録を迎えたっていうだけで、僕が悪いわけじゃない、あれは。で、結構被害受けてます、ね、サポーターの人にもすごい言われるし。ちょっとあれは若手のやつらの悪意を感じましたね。いや、まあテレビでこれ使っとけば受けるだろうなみたいな感覚じゃないでしょうか。普段どうなんですか、鎌田選手近くで見てて、河合選手っていうのは。なんですかね、まあ、基本全員から絡まれる、そのいじられるとか、まあ、含めて、あの年齢差関係なく全員と絡んでますね。僕朝あんまり喋りたくないんですよ。なのにみんななんか結構すっごいグイグイ、そう、むやみな絡んでくるから、ちょっとそれはやめてほしいなって。じゃあ練習終わりぐらいだったらいいですか。練習後だったら、まあ、はい、いいです。練習前とか朝もうクラブハウスに着く頃はちょっと着いてもゆっくりしたい、ゆっくりしたい、はい、そうね、あんまり邪魔しないで、邪魔しないで。俺なりの仕上げ方があるから、そう一日のリズムがあるから、はい、ちょっとほっといてくれよ、はい、っていう感じなんですね、はい、逆にどうなんですか、その鎌田選手っていうのは。河合選手は翔馬は大人っすね、落ち着いてますね。でもなんかこう先輩とも絡むし、後輩にもわけ隔てなく絡むさっきも出てくる、なんか癒しの存在、あの本当になんかスマートだよね。そうですね、紳士というか、はい、なんか絡み方が。じゃあ、あのね、試合開始前ってアイスタって結構あの本部席のとこから
あの試合に出てないベンチに入ってない選手って出てくるじゃないですか。で逆それとかあと相手チームとかに挨拶に行かれる時とかあって、あのお二人も時々見かけたことあるんですけど、一番そのビシッとされてるんですよ。会うと必ずこう時々若手だっていうのもいるんだけど、ずっと亀田選手はもう本当に挨拶がもう本当に綺麗でスマートだな紳士だなっていうイメージはあったんですよ。挨拶でいつかイベントで話したいな、1万トーク目俺ツイートした人だよって言いたい、ずっと言いたかったんですけど、なかなかそれも機会もなくて、本当紳士ですよね。そうです、スマートですよね。まあ、とりあえず昨日は長野に来て、おととい行ってきて、で、まあ、今日これじゃないですか。で明日ラジオ行って、で、まあ、とりあえず行けるところは行こうかなと思って。ご家族もいますもんね。だ自分の時間って取れるんですか。まあ取れます。そこは、はい、ゆっくりして、ゆっくりして。今ハマってるものがね、ミニオンクヤバでした。本当にハマってるんですね。ハマってます。はい。だってハマったらすごいでしょ。僕は下の子供が今4歳になってきた。あ、ちょうどねお話しましたけども、今やりたいところなんですけど、すっごいハマると大変かなと思って。大変ですね。ハマったらやらないですよ。あれミニ四駆なんかあんまりお好きじゃない。いや全然やらないですね。一回昔にちょろっとやったことがあるんで、全然わかんないですね。そういうなんか趣味みたいなものないですか。集めたり作るっていうのは。あまり得意じゃないですね。やりたいとも思わないです。普段はもうこういうオフってもうサッカーのことは忘れるんですか。そうです。僕はもうあんまりクラブワールドカップとか見ないですか。あ、そういうのはまあ見る。一応テレビがつけてるぐらいで。流れてる感じです。ずっと見ない。かわい選手。僕もオフにやったらそんなに考えないです。シーズン中はそのサッカーとか見るんですか。他のチームの試合だとか。それはいわゆる仕事として見るんですか。戦術的にとか。いや、本当ね、すぐどっか行く。楽しんでくれます。この間もマーク入れてね。で、オフは見ないの。ユイとこね。もうサッカーから離れちゃう。やってないじゃないですか。そしたらね、よかった。今連絡結婚してるから。いや今年1年いろんなことありましたからね。スポーツ界芸能界は何があってもおかしくないですよ。そういう方はないです。ではないです。連絡取ってます。はい、シーズン終わってからは、はい、まあ、ちゃん飛行機降りてくる。今シーズンオフにやっときたいこととかありますか。飛行機降りてくるよ。このオフにやっときたいこととか行ってみたいところ。興味ないし。特にね、もうゆっくり体の準備休ませて。小林選手は僕も特にないですね、はい、大学の練習に行くの、はい、それで久しぶりなんで。あとサッカー選手と今度発言がありますもんね。地元に帰ったりとかいろいろ。そうですね、それぐらいですかね。はい、楽しみですね。もうすぐですね、来シーズンで J1 です。ただいま J1 です。どんな風に思ってますかね、今2017シーズンに向けて。いやもう多分思ってるほどより絶対厳しいと思う。それなりのやっぱそれに合う努力ですね。ここにな、来るからゴーって来るしかないです。しかないですね。もうそこに来てる。今年ほどどうしてきた。楽に勝つ試合ができないと。あれは何だ。怪我しない。みんな今日増えてきた。そうですね、怪我しないようにです。何も力になるんだろう。改めて感じられたシーズンだったので、本当に感謝してます。ありがとうございました。来年は J1 でやれるということで、本当に、なんていうか、まあ、今、鹿島がクラブワールドカップ出てますけど、そういったチームとは試合ができるので、まあ、楽しみながら、僕たちを熱く応援してほしいなと思います。よろしくお願いします。もうあれだよ、ダービーありますからね。静岡ダービーありますからね。取れますよ。絶対勝ってください、ね。本当でも僕らからは怪我のないように熱いシーズンをお願いしたいと思います。ありがとうございます。味わった悔しさをいつか跳ね返すそのために。人は誰もが見たくなった涙を。これでもいいじゃん。6万円は。
締めてる大丈夫さ戦う